とさせていただきたいと思います。お湯がたまるまでの間ですね、少しお時間がありますので、その間にね、地の広場というところがございます。そちらの方ではですね、時間制限特になく、いつでもご飯あげて。さあ今ですね、この辺りで注意事項皆様にお伝えをさせていただきました。今一頭ですね、この子子供、ね、ちょっと体が小さいのが皆様お分かりいただけるかなと思います。できますので、濡れてもですね、すぐに乾いてしまいますので、湯冷めはしにくい体の作りとなっております。さあもう一頭ですね、のそのそこお風呂の中に。ちょっと今日は暖かいので、日向ぼっこもしたい。この辺りで散らばったことも、今日日曜日このように変わり湯を開催していったんですけれども、土曜日日曜日祝日を中心にですね、お花を一緒に入れたりですね、さまざまな変わり湯を予定しております。またぜひご来園していただければと思うんですけれども、ご来園かなわないお客様